はい。皆さん、こんにちは。ワンダリーグルビジです。今回は、信長の御出しパブキット、斎藤家弘法物語の続きをやっていきたいと思います。前回はですね、苦しい戦いの中、勢力をね、少し小さくされつつも、なんとか踏みとどまる形で、足利将軍家、さらには上杉、武、あたりとね、和睦をしつつ乗り越えてきたんですけども、最後の最後、山田に朝倉山城を取られてしまったので、その奪還戦からやっていきたいと思います。で、残念ながら斎藤だけの軍勢で朝倉山城を奪還できるかというと、厳しいところもあるので、信玄の力を借りつつ、山田に奪われた朝倉山城、ここのね、攻略を行っていきたいと思っています。で、山田の方は上杉謙信が味方するようなんで、言ってみれば、上杉と武田の代理戦争っていう言い方もできるんじゃないかなと思うのでね、武田のメンツにかけてもここは勝ちに行きたいというふうに思っています。では早速、朝倉山城の奪還戦から行っていきたいと思います。兵糧もね、一時あった非常に苦しい状況からは脱しつつあるので、この今の勢いのままに朝倉山城をね、奪還しましょ報告いたう。しで、ま今す。川と同盟が切れてるよって話になってますので、これは今川一応。との同盟は結んでおきます。今川との同盟なくして、はっきり言って生き残りの道はない。かしこまった。今川、北条、武田、ここと結んで敵対する謙信、将軍家、山田、畠、この辺りとね、戦っていく必要がありますからね。では、朝倉山城の奪還戦です。勝ちは揺るぎないのであれば、一旦回避をして確実に勝った上で、朝倉山城の攻略を、しかと成し遂げましょう。で、こっからだ。そうだね。信玄が、謙信の小山御坊を攻めてくれるおかげで、上杉の援軍が全部去ってったんだな。はい。そしたらですね、今、山名と一旦和睦ができたので、この先の展望なんですが、上杉と畠との和睦が明けてくるので、引き続き防衛に専念します。確かに山名との和睦はなったんですけど、逆に上杉と畠との和睦が解けてしまうので、この機に乗じてね、両家が攻め込んでくるのは、必ず時期が来ればやってきおます報の告いで、たします。その時に備えましょう。先月の収支です。まずはご命しっ令かりと守る力をつけていきます。そのために必要なね、兵糧の確保、あとは毎度になってしまうんですが、準検長なり、防塁なりっていうね、ここの確実なる発展、これを行っておきます。その上で交渉。北条と今川と、そして信玄と、この後ろ盾をもとに山田、上杉、畠、
この辺りの、ね、勢力と戦っていくことになりますので、将軍家を刺激しないようにしながらですね、まずは防衛力をつけていきます。六角と北畠が先頭になってるな。これつけ入る隙あるんじゃないか。さらに山名が鳥羽を取ったんだな。あ、竹と六角、ここは六角、いや不参戦だな。戦いには参戦しない。報告いたします。ただこのままだとね、あ、竹山田がより大きくなっていくだけなので、それを防ぐ意味でもどっかでね、攻めに転じるチャンスを考えておく必要があるかなと思うので、それをどこにするかですね。お、西蔵和氏、この辺りがメンバーに加わるな。ありがたい。すまねえな。山田が案の定宣戦布告してきましたね。手を貸そう。わしが、ここは絶対に負けられない。さて、敵味方の状況を確認しましょう。山田、朝倉山城に3万。くー、来るねー。で、単独で戦おうとするとどうなるかというと、朝倉山に1万8000か。敵1万3000。まあ、防塁と巡検所をね、建設した効果がここで出てくるのかなという感じですね。決戦開始まで62日。朝倉山城に集結できるのが23日後。なので、1ヶ月ほど時間を送って、その後、朝倉山城の防衛戦のために軍勢を出していきましょう。報告いたします。兵糧はたんまり入っている。さらに、金もある。今回これ、山名の軍勢を返り討ちにして、その勢いのまま逆進行したいぐらいなので、そう考えると、軍勢はある程度揃えてから、一撃のもとに朝倉山城の攻撃隊を撃破して、その勢いで後瀬山になだれ込む。これが一番いいかな。上杉が留守を狙ってくると厄介なので、それを信玄に牽制してもらいたい。そんなところですかね。では決戦が近い、行きましょう。朝倉山城の防衛戦。遅れを取るな。我が義には毘沙門天の加護ぞ宿れる。これは誰がどこに攻める。うん、いいね。信玄がここで福光城に行ってくれると。となれば、大聖寺小山御坊の兵が福光城の防衛戦に回り、謙信の我々との国境の兵がいなくなるので、これ、山名隊を撃破したら、すかさず持瀬山に攻略隊を送れば、ここ、奪えるかもしれないですね。そこに、一縷の望みをかけましょう。さあ、来い。待機せよ。報告いたす。これより表情を行う。何としても
これにて表情を野地瀬山の奪還を図っていきましょう。ご命令を。では対面発動しておきます。全武将の忠誠を挙げておく大宴会を発動。この心出し必ずや果たして。そして山野を迎え撃つ。我に続け。国衆将兵さえ使われなければ十分に勝てる戦力差ですね。そして信玄自ら謙信と戦うという夢の決戦だな。これどっちが勝つか。信玄が勝つ。これで謙信も一気に苦しい状況になると思うので、ここで朝倉山城をサクッと防衛して持ち山の奪還戦だ。勝てばよい。では斎藤隊、このまま持ち山の攻略に向かう。持ち山は敵13000、味方11000。いや、なおこれだけの兵力がいるんだな山名には。であれば我々は大勝利を取る。宣戦布告していくぞ。今なら謙信の大勝利を取れる。そうなったら容赦はせぬぞ。手を貸そう、わしが力になろう。兵糧22000。いやー、北条は太っ腹だな。吉清が守ってるんだな、大勝寺は。この大勝寺一番の兵でもみ消す。で、山名とは、うわ、そうだ、大勝寺こんだけだった。むちゃくちゃ固い城だよな。ここが強行で1ヶ月で攻め落とそう。で、その間に山名が軍勢を再び集めて攻撃に向かってくるとなると厄介なので、一旦山名とは和睦を進めておきましょう。交渉和睦。かしこまりました。六角とは一旦親善を行う。もう一度仲良くしてくださいと頭を下げに光秀を派遣しましょうか。かしこまった。で、謙信のところにも一応お金があるうちに秀吉を派遣しておいて、かしこまった。味方のね、絆を盤石なものとしておきたいと思います。大勝寺が本当に硬いね。ただその大勝寺を確保することができれば、謙信への守りというものがだいぶ安心して見ておける、そういう状況になると思うので、まずはね、そういう状況を作り出すために大勝寺を力で取りましょう。で、朝倉山城の周り、敵の侵攻を受けて準剣場防塁が壊されてしまったので、これも回復しておきます。では謙信に反攻を開始する大勝寺の攻略戦。ちなみに信玄は今5万の軍勢で福光城を囲ってますね。小山御坊には8000の兵が入っているものの、これが動けないでいる今のうちに大勝寺を取る。我に続け。国衆将兵ここで使ってきたな。が、その国衆将兵は和睦のもとに無駄となる。いいね。で、大勝寺が攻略できましたね。見たか。さらにだ、小山ごぼうが取れる。謙信が小山ごぼうを出て信玄と決戦に及ぶようなので、留守を狙って小山ごぼうを取る。手を打ちましょう。が、これがどうだ。謙信はその場合小山ごぼうを守るために兵を介して2万3000の兵で籠城する構えですね。であればもう少しちょっと様子を見ましょう。これ謙信が負けてくれればね、信玄との戦いに小山御坊が開くかと思ったんですが、小山御坊には
1万の兵が入ってますね。であれば、どうしようかな。すんごく悩ましいですけど。ご命令を。目障りな七尾城を落としておくというのも手だし、高岡城に攻め込んでくさびを打ち込むというのはどうなんだろう。ちょっと確認しましょうか。行くぞ。その場合、柿崎が、これで、さらに、大聖寺が、対謙信備えるための要塞としてね、機能してくれるんじゃないかなと思います。じゃあその大聖寺に誰を入れるかですね。大聖寺には、戦える武将、数正、一徹を入れておこうかな。で、キヨスから何人か派遣しておきます。一徹にしっかり、そこを守ってくれという話ですね。はい。ではね、山縄から朝倉山城を奪還。さらに、謙信に支配されていた大聖寺も取り返して、次回はね、謙信が信玄との戦いに疲弊しているその隙をついて、いくつかの城を奪還していこうというふうに思います。できればこのまま、謙信の息の根を止める。もしくは、うまいことして信玄と謙信をぶつけて、謙信と国境を接しない状態を作れれば、山名畑、ここにね、戦力を集中できるので、いずれにしてもね、そういう戦略を持って、プレイを続きやっていきたいと思います。というわけでね、今回はじゃ あ、いい時間になりましたので、一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。